どうもこんにちは、フルチです。今回からデジモンワールドネクストオーダーやっていきたいと思います。デジモンワールドシリーズのね、最新作で、まあ、昨年出たねデジモンストーリーが好評だったのでちょっとね買ってみました。音量をいじりましょうか。まず50じゃ多分低いよね。60とかで。こんなもんかな。今僕らの世界が進化する。今僕らの世界が進化する。さあ、僕自身はねデジモンシリーズ、あの DS で出てたチャンピオンシップとかねしかもやったことないので、まあ、そこまで詳しいわけではないのでね、そこはご容赦願いたいと思います。男性タクト、あーこれは悩みますね。女性か、可愛いな。男性で行こう。7年ぶりか。腕がなまってないといいけど。え？何が起こったんだ。ここは一体仮想空間みたいなところですね。お、デジモンが遠くにいる。何かいる。あ、行ってみるわけですね。ちょっと、なんだろうな、結構な距離ですね。まあデジモンワールドシリーズはですね、デジモンの育成がメインで楽しいです。ビータ結構ムービー綺麗ですね。おい、無事か。誰だ。下がって、ここは私たちが食い止める。メタルガレルモン、あなたはいつものように指示だけ出してくれればいい。いつものようにね。どうした。ウォーグレイモン、バトルの時いつも俺たちに指示を出してくれていただろう。いきなりのことで戸惑っちまってるのか。やむを得ない。ここは私たちがフォローしよう。やれやれ、パートナーの俺たちのことまで忘れちまってなきゃいいがな。さあ、デジモンの戦い。パートナーデジモンは勝利を目指し、自ら考え敵と戦うと、まあ、AI がね操作してってとこですね。しかしテイマーはオーダーを介してパートナーへ行動を指示することができる。オーダーを出すにはパートナーのオーダーリングを開く、うん、L か R、 それぞれがパートナーに対応したリングを開くボタン。リング中央や、やや下か、やや下の大きな数字はこのリングが閉じるまでの時間と。時間の流れが止まる。この5秒の間にオーダーを決定します。5秒以内に選ぶってことだね。オーダーを出してみよう。ウォーグレイモンの攻撃技、マッハジャブをオーダーしてみましょう。R を指定スティックで選ぶと。バトルスタート。やったぞ。やったぜ。1成功です。次はメタルガレルモンのハイテンション化を使ってみましょう。
ハイテンションか。加減なしだ。成功です。メタルガルルモンのハイテンション化は一定時間 HP を自動で回復する能力。ハイテンション化はデジモンたちの固有能力として様々な種類が存在します。オーダーパワーを貯めよう。強いオーダーを行うには大きなオーダーパワーが必要です。オーダーパワーはパートナーへの声援によって貯めることができる。150まで貯めようか。コツ、パートナーの攻撃がヒットした後やダメージを受けた後がチャンス。あー、なるほど、まあ、連続しては行えないんだね。大丈夫だ。すくんだ。やるな。よし、やるな。オーケー、続けていこう。150まであと20か。よしよし、よし、あと5。聞いてるぞ。いった。さあ、たまりましたね。たまったオーダーバーを使い、ウォーグレイモンの必殺技を使ってみよう。 OK、 やったぞ。ガイアホース、決めろ。わかった。こいつなんて強さだ。ダメなのか。いや、まだだ。やっとお前に会えたんだ。こんなところでやられてたまるか。そうだな。ここで私たちが敗れたら、あなたまで。そんなことはさせない。これはなんだ。絆の光。力を感じる。絆が力に変わっていく。行くぞ。お前がいてくれれば私たちはまだ戦える。すごい序盤にしてすごい熱い展開ですね。究極のオーダー EXE で LR 同時に押すと両パートナー用のオーダーリンクが開く。通常は合体必殺のみですが、特定の条件が揃うと EXE が現れますと。なるほど。押してみればいいんだな。これか。決めろ。わかった。エクストラクロスエボリューション。寝ている場合じゃない。守るんだ。私たちのパートナーを。行くぞ。ああ、決める。
無事だったか。倒したら幼年期に戻りましたね。うん、ありがとう。礼なんていらない。私たちはパートナー。大丈夫か、めっちゃ疲れてるけど。フローティア、街の広場。ジジモン。うん？お主人間か？無限ドラモンが消え去り人が現れるとは面妖な。異空間の罠に無限ドラモンを閉じ込めたはずじゃったが。無限ドラモンを倒したとも。そうか、それで異空間の固定が解けたのか。ここにおるのはお主のパートナーか。しかも2体とは随分と変わった関係じゃの。お主を守るために全てを使い果たしたか。そう落ち込んだ顔するでない。彼らがパートナーデジモンならばデジタマ転生が可能じゃ。わしが受け継いだ外部記憶がそう言っておる。さ、心にパートナーを思い祈るのじゃ。あれかな、選び直すというか選べるんですね。ジジモン、普通に元気な子が生まれるじゃろう。これは重要だな。赤いいんじゃないか。進化詳細見てみよう。ジャリモン、竜系のデジモンの幼年期は絶対的に数が少ない。希少なんだね。かわいいね、ジャリモン。ジャリモンでいいよ。さ、ここにパートナーを思い祈るのじゃ。ジジモン、これはなんだ、スライム状の。これは竜とかじゃない、ツノモンだね。これツノモンか。これはなんだろう、好奇心が旺盛で愛されてるデジモンベビーである。土地の年子。2体ともこれっていけるんだな。雪見ボタモンにしてみるか。かわいいしね。いや、こっちはめちゃくちゃ可愛いですね。これでいいよ。名前つけるのもなんか無粋だしね。輪廻転生。あの2体を元にってことだよね。成功じゃな。よし、これで転生は完了じゃ。改めてこやつらのテイマーとしてパートナーたちを大事に育てるがよい。わからんかな。わからんことだらけなのはわしも同じじゃ。一体何がどうなっておるのか、ひとまずわしの家に行って話を聞かせてくれんか。そこで気を失っている床門の手当てもせねばならんし。私はデジバイスに吸い込まれ
折り悪くわしの作った異空間に落ちたと。そしてデジバイスに酔ったお主のパートナーが無限ドラモンを倒してくれたというわけじゃな。なるほど。なるほどの。偶然とはいえ助かったわい。礼を言うぞ。うん。実はの、今この世界は危機に瀕しておる。見ての通り、わしらの町フローティアもボロボロでな。いや、急に言われても困るよね。デジバイスってあの腕につけてるやつですよね。その原因は無限ドラモンじゃ。お前の右にいるやつだな。ここしばらく突発的に何度となく襲ってきては町に大きな被害を出しよった。究極体の圧倒的な力もさることながら、不意に現れ忽然と姿を消す奴の襲来にわしらはなすすべがなかった。そこでわしは己の知識と技術を総動員して無限ドラモンを捕獲するトラップを仕掛けた。次に奴が現れたら異空間に飛ばして閉じ込めてしまおうと考えたのじゃ。計画は成功した。いや、計画以上の成果じゃ。お主のおかげであの無限ドラモンを倒すことができたのじゃからな。じゃが引きが去ったわけではない。無限ドラモンが暴れては消える現象はこれまで何度も各地で確認されておる。信じられんことにあの究極体が一体ではないというわけじゃ。あいつが複数いるんだね。今回はお前さんたちの活躍でかろうじて乗り切ることができたが、残念なことにどこからどうやって無限ドラモンが現れるのかわからん。なんとも絶望的な状況でな。何か手がかりでもあればやりようもあるのじゃが、何か手がかりでもあればの。何？その右のやつだよね。このトコモンが無限ドラモンだったじゃと。そんなバカなことは。いや、しかし言われてみればトコモンから微量ではあるが異質な情報波を感じる。これはどう考えればいいんじゃ。町の住人であるトコモンが無限ドラモンに。そんな進化は聞いたことがない。いや、クラウド記憶のメモリーに何か引っかかるものが。それよりも無限ドラモンに進化、いや異構築する理由じゃな。トコモンの医療情報だけでは無理であろうな。じゃがこれでどうしようもなかった脅威に対するきっかけが得られたとも言える。となれば行動あるのみじゃ。ということは、そこでお主に頼みがある。何でも聞いてやろう。お前さんも早いところ元の世界に戻りたいじゃろうが。てか主人公って髪の毛一部だけ染めてるんだね。何ぞ対策しようにも大町が荒れ果てていたのではままならん。町を落ち着かせるためにも無限ドラモンに襲われてチリジリになった住人たちを連れ戻してきてはくれんか。よし、手伝おう。もう言うてくれた。では早速、お前さんはパートナーと共に町を出て行ってしまった住人たちを探してくれ。わしはトコモンの持っていた微量な遺失情報を調べてみようと思う。異構築の謎が解けるかもしれん。が、そこまでは行かずとも遺失情報を探知できれば被害を食い止めることができるやもしれぬ。まずはそのための探知装置を作るつもりじゃ。何か進展があればデジメを送るから、こまめにデジバイスをチェックしておいてくれ。それでは踏んだぞ。任せてくれ。さて、まず何すればいいんだろうね。それじゃあ古市さん頑張ってねと。携帯トイレ2個、絆創膏3個、
回復ディスクを5個。オッケー、どうしたらいいんだろう。通信中ですと。これは何だろう、アイテム保管庫かな。対戦開始あー、ネットワーク対戦的なやつかな。プレゼントさあもらいましょう。特典ですね、初回特典。なんだろう、メールっぽいのがあるんだけど開き方がよくわかんない。三角か。デジメですね。デジモン町に呼び集めるのじゃ。誓いの草原あたりを探してみるのが良いじゃろう。ただし外は危険にあふれておるから、パートナーの成長期まで育ててからのが安全じゃろうと。ん？追加シナリオ、日替わりクエ、デジタケを集めろ。なになに？案内してくれるんだね。ぜひ案内してもらおう。ここがジジモンの家の隣にあるのが肉畑。種もんさ？君誰人間の手に回って。僕は種もん。今日から毎日ここの畑で採れた美味しいお肉をあげるよ。まあわかんない、畑で肉っていう概念がちょっと人間である僕にはわかんないな。肉10個もらったね。次の分は明日になったらあげると。ああ、お腹が空いたらパートナーに肉をあげると。そして横にはトイレがあり、トイレ要求があったら急いでここへ来なきゃねと。携帯トイレももらったね。お隣がトレーニング場。まあ、ワールドシリーズはレベルを上げるというよりは育成するという形なんで、トレーニングが重要なんですよね。ここで成長期まで育てるんだよね。疲れたらベッドで休ませると。疲れすぎると病気になったり寿命が縮んだりしちゃう。そんな時はこのベッドで休息だ。ギギモン、ギギモンが欲しいな。ツノモンはなんだ。ああ、ツノモンとモチモンに聞けばいいんだね。遊ぼう。ここでトレーニングで、何やろうかな。例えば力強さにセットしたら頑丈さ素早さも少し上がると。変え方が分かんない。能力か。パート難易度は LR スティックか。まず力強さでいいんじゃないかな。ボーナス、あ、押した場で止まるんだな。疲労は下のゲージだね。5割を超えたら危険と。もうだいぶ上がるな。さあもう一回やろう。力強さ、素早さ、賢さ、 HP。 青いのなんだろう。結構難しいな。でもしっかりやろうな。もうじき5割超えちゃうけど休憩してみるか。いや肉だね、肉あげよう。資格とかだったよな。はい、集まって。アイテム、お肉、食材だね。巨大肉。ご飯タイムだ。満腹ゲージはどれだ。体重が3増えた。満腹ゲージは、まあ、分かんないからいいか。で休憩だね。1時間休もう。進化したね。
たし、ギギモン。ニャロモンか、かわいいね。さて、これで幼年期2とかかな。見方がわかんないけど、多分パートナーで見れるはず。ステータス、幼年期2ですね。今成長期まで上げないといけないから、まだですか。強くなるんだ、強くなるんだと。何あげよっかな。 HP 上げたし、素早さ上げてみるか。お、結構あるな。えい、まだなんだ。よし、ギギモンの攻撃というか力強さ半端じゃないね。これはいいんじゃないか。脳筋みたいに上がってってるけど、これ左側狙っていこう。右に来た段階で押すと。よし、まだいけるな。真面目に行こう。素早さ44まで上がったから、賢さは何なんだろうね。ヒストリー、あ、成長のヒストリーか。これ進化してみないと見れないんだよね多分。頑丈さ上げてみるか。 HP、 賢さもちょっと上げようか。よし、ハートは何だ。お肉。こっち。デジタ系。人参あげてみるか。腹減ったかな。空腹が少し収まったと。じゃあというとこで今回はここまでにしようかな。いや、育成楽しいですね。まだ戦闘してないけど。で、成長期まで次回であげたいと思います。